NEC の Wi-Fi ルーター WG2600HS2 を設定変更で爆速にしていきます。ネットに繋がるようになっても Wi-Fi ルーターの設定などは終わりではありません。自分の家の環境に合わせて設定を変更して調整しないといけないんです。初期設定のままではインターネットが遅かったり、切断現象が起こったりする場合があります。Wi-Fi ルーターを設置した場合、家の中に近所の Wi-Fi の電波もたくさん飛んでいるので、渋滞や切断現象が起こったりすることがあります。 家の中に飛び交う Wi-Fi の電波を確認するツールを使って渋滞している道路から空いている道路に移動することでインターネットの速度が改善する場合が多々あります。あと Wi-Fi ルーターは無駄な機能が動いているせいで逆に遅くなってしまいます。実は Wi-Fi ルーターはむっちゃくちゃ複雑な機械なんです。Wi-Fi を飛ばしているだけの単純な機械ではありません。とんでもなく色々なことを計算しています。 その中でインターネットの通信を行っているんです。初期設定のままでは無駄な機能が全てフル活動しているので、その機能のせいで速度が低下したりします。自分の環境に合わせて使わない機能を停止することで、<noise> Wi-Fi ルーターの負担が軽減されて爆速になります。この機種の眠れるパワーを引き出していきましょう。<noise> この設定変更は優先も早くなります。2600シリーズには2つ種類があります。 普通の Wi-Fi ルーターとメッシュ、中継機能の自動切り替え機能がついた2パターンの機種があります。今回は普通タイプの Wi-Fi ルーター親機能設定です。メッシュ機能とかバンドステアリングがついた2台使って電波を補うときに便利な機能がついたシリーズはこういった機能のせいで役に遅くなってしまうので話が結構ややこしくなるので別動画を作ってあります。該当の方は概要欄の URL をご覧ください。型番で言うとこういう違いになります。 この動画では 2600HS シリーズの設定変更をします。Wi-Fi ルーターのシールに型式名が載っています。Wi-Fi の接続 ID が2個表示されているものが HS シリーズ、A しか載ってないものが HB シリーズになります。今回は2個載っているシリーズを設定変更していきます。2600HS 系の設定のポイント。この機種は Wi-Fi ルーターのいろいろある世代の中で、Wi-Fi 第5世代のハイスペックタイプになります。 全体でで見るとこの辺りです急いで買い替えなくてもいいような非常に速くて安定している機種になります通信を行うアンテナが4本のタイプになるので処理が速く届くエリアも広く不満とか理由がなければ急いで買い替える必要のない機種になりますただ同時接続台数が少なめなので家族が多かったり同時に接続することが多い場合は別の機種に買い替えると速くなる可能性があります WiFi ルーターは非常に複雑な機械ですこちらの過去動画2つを見て理解していただいた前提でお話を進めていきますこちらの WiFi ルーターは古めの WiFi ルーターなので無駄な機能が少ないシンプルなモデルになります電波の喧嘩の回避だけはしっかりやっていきましょう接続間違いの不安定から解消していきましょう WiFi ルーターはここのところにスイッチがあってモードを切り替えるようになっていますモードを間違えると、 インターネットが不安定になったり、つながらなくなります。3通りのモードがあります。Wi-Fi ルーターを親機として使用する場合は、RT モードか BR モードを選ぶようになります。このタイプの ONU に接続する場合は、Wi-Fi ルーターを RT モードにしないといけません。ホームゲートウェイと言われる、ランポートの差し込み口がたくさんあるやつにつなぐ場合、基本的に Wi-Fi ルーターのスイッチを BR モードにして接続しないといけません。 このタイプにルーターモードでつないだ場合、Wi-Fi ルーターとホームゲートウェイのルーター機能が喧嘩してしまうので、インターネットの通信が不安定になったり、インターネットの通信ができなくなったりします。こういうタイプには BR モードにスイッチを切り替えて接続するのが基本です。ただしかし、プロバイダーとの契約内容によっては、ルーター機能が機能しないものがあります。この場合は Wi-Fi ルーターをルーターモードで接続しないといけません。 例外の話はプロバイダーによって色々違います。接続のことが分からなくなったらこちらの過去動画で紹介しておりますので、これを見て解決しない場合はプロバイダーにご相談ください。続いて最重要項目、電波の調整をしていきます。適当にやって全然できてない人が多いんで、ちゃんと動画を見て仕組みを理解してください。最近の Wi-Fi ルーターは2種類の電波を飛ばしています。5GHz の電波は速くて実用性がありますので、 5GHz を中心にインターネット環境を作っていくと快適な環境が作りやすいです。2.4GHz の電波は昔の Wi-Fi の規格になるので不安定になったり遅くなることが多いです。古い通信機器や家電なんかに使うような電波だと解釈した方がいいです。Wi-Fi 第5世代以降の 5GHz はかなり早く実用性が上がっているので Wi-Fi 第4世代の 5GHz とは比べものになりません。 Wi-Fi 第4世代の頃は障害物に弱いと言われていたんですが、Wi-Fi 第5世代になってリンク速度が大幅に上がり、実用性と安定性が 2.4GHz とは比べ物になりません。Wi-Fi ルーター、アンテナ4本1台で離れた場所で速度が遅くなるとき、Wi-Fi ルーターをもう1台買って中継しないといけないということを覚えておきましょう。Wi-Fi ルーター裏面を見ると20の電波に分かれています。A が 5GHz、G が 2.4GHz。 G を使っている方は A を使っただけで Wi-Fi が速くなるっていう方もたくさんいらっしゃいます G しか出てこない場合は 5UHz に非対応の機種ということが多いですスマホの Wi-Fi の切り替え方法は過去動画をご覧ください概要欄に URL を貼っておきます接続までの準備が整いましたので Wi-Fi アナライザーをダウンロードして調整していきましょう家の中の電波状況を確認するツールは iPhone だけありません Wi-Fi アナライザーのダウンロードや使い方についてはこちらの過去動画で紹介しております。使い方がわからない方は概要欄の URL をご覧ください。ノートというサイトに Wi-Fi アナライザーのダウンロードや使い方の動画を載せております。今回は Windows と Mac 両対応のホームディールと Android の Wi-Fi アナライザーで紹介していきます。URL を開いて Windows はこっち、Mac はこっちを選べば簡単にダウンロードできます。 アンドロイドの場合は、この Wi-Fi アナライザーをダウンロードすれば使いやすいです。iPhone しか持ってないという方は、Wi-Fi の電波の確認用に、中古の Android を買うといいです。アンテナ一本の機種はだいたい5、6000円で買えます。Wi-Fi が付いていないデスクトップ PC はグラフを見ることができません。Wi-Fi 呼吸を増設して計測しましょう。怪しい中古の Wi-Fi 呼吸はしっかり検知できなかったり、 通信が不安定になったり、切断現象が起こったりするので、なるべく日本メーカーの Wi-Fi 呼吸を買いましょう。<noise> Wi-Fi ルーターの設定画面の入り方。設定画面の入り方には注意点があります。ルーターモードはそのままで OK。BR モードは一手間加えないと設定画面に入れません。この動画ではさらっとお話しします。パソコンやスマートフォンを Wi-Fi や LAN ケーブルで接続してください。Wi-Fi ルーターのスイッチがルーターモードの場合、 パソコンの場合、インターネットブラウザに192.168.10.1と入力して検索をかけると、設定画面が出てきますので、ユーザー名に ADMIN。パスワードは Wi-Fi ルーター裏面の Web パスワードを入力してください。こんな感じで設定画面に入れます。スマートフォンで設定画面に入る場合は、スマートリモコンをダウンロードします。検索をかけて Wi-Fi ルーターが出てきたら、そこをタップします。クイック設定 Web を選んで、 ユーザーザ名に ADMIN パスワードは w i f i ルーター裏面のシールの Web パスワードを入力してください設定画面に入れました BR モードの設定画面の入り方設定画面に入るためのモードに切り替えないといけませんそして設定変更が完了したらインターネットの通信ができる元のモードに戻す必要があります BR モードに入る方法で失敗してしまう方が多いので こちらの動画に VR モードの入り方をまとめました。わからない人はこれを見てください。一旦準備完了です。Wi-Fi アナライザーで状況を確認していきましょう。ユーザータブを選んで 24GHz を選んでください。この山が私の家の Wi-Fi ルーターの電波です。他の家の Wi-Fi ルーターがかなり飛んでいます。2.4GHz の電波は1から13のチャンネルを選んで、他の家の Wi-Fi ルーターと電波が被らないように通信をしています。 他の家の強い電波が飛んできているので、私の Wi-Fi ルーターは少し不安定です。単純に空いているチャンネルに移動したら速くなります。この移動にはルールがあります。チャンネル1番を選んだ場合、9、10、11、12、13の5つのチャンネルを選んで通信を行います。選ぶメインチャンネルが他の家の Wi-Fi ルーターと被らないようにしないといけないです。チャンネル1番や13番を選んだ場合、 その両隣に見えない道路がありますので、ちゃんと5本を使って通信を行います。チャンネル14番は日本では選べません。自分の家で快適に通信する場所を選ばないといけないんです。これが基本の考えです。あとはデータの通信量を調整したりします。この機種の場合、チャンネルを5個使って通信を行う 40MHz と、状況に合わせてチャンネルを3個から5個使って通信を行う 20MHz の2種類から選ぶことができます。 40MHz で通信を行う場合、道幅を広く使って通信を行うことが多いので、他の家の w i f i ルーターと電波の道路の奪い合いで遅くなってしまうことがあります。このことを帯域と言います。帯域を広げると、速くなる場合と遅くなる場合があります。自分の使っている機器や他の家の電波状況で変わってきます。こればっかりは自分で使ってみてどうなのかっていうのを感じ取るしかないです。40MHz から 20MHz に下げることによって、 電波の喧嘩から逃げることができれば通信が安定する場合があります。WG2400HS2 の場合、2.4GHz はアンテナ4本で通信を行うので、通信が安定して電波の喧嘩に強くなります。そういった部分も考えながら自分の家に合わせて 40MHz にするのか 20MHz にするのか選んでみてください。ここにチャンネルを9個使って通信する最新の Wi-Fi ルーターがあります。 この辺りの人たちは、この道幅を多く取っている Wi-Fi ルーターのせいで、電波が不安定になる可能性があります。Wi-Fi ルーター、実はこういうことを気にしないといけないんですね。Wi-Fi アナライザーのグラフは、受信機のアンテナ本数で、検知できる数が少なくなったりします。Mac だとここの Wi-Fi ルーターが検知できませんでした。違う運でも検知できてないですね。Android だと、ものすごく強い電波が飛んでいました。1時間後に計測したところ、いなくなっていました。 こんな感じで使わないときは電源を落とすという部族の方もいらっしゃいます。たまーにしか使わないたまーに族の方や夜だけ昼だけ朝だけ族の方が電源を入れたりします。海外や引っ越しなどで近所の人たちが自分の選んだチャンネルに乱入してくる場合もあります。何かおかしいなと思ったらツールでチャンネルを確認しましょう。私の場合 2.4GHz はプリンターと電灯だけです。このままでもいいんですけれどご近所さんに迷惑をかけないために チャンネル13番に移動します。自分の家で快適な通信ができるチャンネルを探しましょう。それでは 2.4GHz の設定変更です。スマホはここです。無線 LAN 設定の 2.4GHz を選んで、下の方に行ってここの項目を変えます。パソコン版の方が見やすいのでパソコン版で解説します。まず、オートチャンネルセレクト機能の使用しないを選んでください。次にリアルチャンネル機能を選びます。 通信に問題がある場合は 20MHz を選んでいきましょう。自動切り替え系は不安定になりやすいです。使用する優先は 40MHz に非対応の時だけ 20MHz に切り替わります。問題がない人は使用する。混んでいて困っている人は使用しない。不安定な人も使用しない。これを試すといいと思います。2.4GHz の電波は遅いし不安定になりやすいです。家電や Bluetooth、いろんな電波と喧嘩します。 この機種は 2.4GHz はアンテナ4本で通信を行うので 20MHz を選んでもアンテナ2本の Wi-Fi ルーターと比べたら安定していますしかしスマートフォンやノートパソコンや家電なんかの受信機は中の下から安い機種にかけてはアンテナ1本しか搭載されていないので Wi-Fi ルーターを良くしてもかなり不安定です受信機のアンテナ本数が少ないと処理能力の低い CPU が搭載されていますので Wi-Fi ルーターがいくら良くても しっかり電波をつかむことができないので不安定な上に不用事が遅いっていうことがありますあなたの使う環境やあなたの持ってる受信機でいろいろと違うので自分でいろいろ試して研究してみてくださいスマートフォンに搭載されたアンテナ本数の確認方法はこちらの過去動画の1分24秒あたりから紹介していますのでそちらをご覧ください高評価お願いします参考までに私の設定です私は2 4 h z はプリンターしか使わないので 40MHz にして出力を小さくしています。出力を下げると通信が安定するんですが、電波が遠くに届かなくなります。プリンターやパソコンが w i f i ルーターの目の前なので、出力を下げたことにより安定しています。出力関係はわからない人は扱わない方がいいです。オートチャンネルセレクト機能を使用しないを選んで、デュアルチャンネル機能私の場合は使用するを選んで、使用チャンネルで通信する道路のチャンネルを選ぶ。 ちゃんと選択して設定ボタンを押したら wi-fi ルーターが再起動を始めます。4分前後インターネットが使えなくなりますのでご注意ください。再起動後、変更できたか確認しましょう。5。ギガヘルツの電波改善5。ギガヘルツは考えることが多いので頑張りましょう。ここを選ぶと切り替えることができます。5。ギガヘルツの場合、道路が広いので2ページ使えます。32から144のページを使います。 日本は149から196は対応していません。32から68の道路です。94から144の道路です。ページが2枚だと説明しづらいのでスマートフォンの Wi-Fi アナラザで説明します。5GHz はチャンネルが 2.4GHz よりも多いです。まずは帯域の調整を覚えてください。帯域は使うチャンネルを増やして通信速度を上げる機能です。 通常はこの2つに対応していることが多く Wi-Fi6 以降の高級機はチャンネルを8個使って通信することができます 160MHz はトラブルが多すぎるのでうちのチャンネルでは推奨していません2 6 0 0 h p は 40MHz と 80MHz に対応しています2024年現在特別な理由がない限りは 80MHz を推奨しています 80MHz が早くてトラブルが少ないです私の家で計測したらこんな感じでした Wi-Fi ルーターの買い替えで 160MHz がどんどん増えてきています。集合住宅だと 160MHz が本当に迷惑なんですよね。これから下げたき Wi-Fi ルーターの買い替えで 160MHz などがどんどん増えて 5GHz 帯が混雑してくることが予測されます。160MHz は1と2しか選べません。他の家の 160MHz の不安定に巻き込まれないように注意しましょう。W52、53、56がべて混雑している場合、 第3の電波である 6GHz 対応の w i f i ルーターに買い替えないといけません 2600HP は 80MHz 対応です他の家の w i f i ルーターの電波を避けて5つのゾーンから選んでいきますホームディルの場合見やすくするとこんな感じです下に書かれた番号のチャンネルを選べば色で分けたゾーンを選ぶことができます私の家だとこうなりますご近所さんの 160MHz が邪魔してます この家の場合は W53 に移動するのが一番いいです。単純に言うとこういうことなんですけど、このあたりは使っている受信機のアンテナ本数や CPU、使っている場所の環境なのでチャンネルを移動してもあまり変わらないっていこともあったりします。あとは電源落とす族とか、たまーに族とか、夜だけ、昼だけ、朝だけ族には注意してください。5GHz のチャンネル移動には注意点があります。5GHz の電波は W52、53、 W56 のの3つのゾーンに分かれています。混み合っている W52 や W53 を選んでいる場合、空いている W56 に移動すれば早くなるんですけれど、インターネットが1分間使えなくなるという現象が起きたりする場合があります。空港、自衛隊、海の近くだったり、気象レーダーや衛星、公共のレーダー波なんから入り込む家があります。その家で W53 や W56 を選んでいる場合、Wi-Fi ルーターが公共のレーダーを検知すると、 WiFi ルーターが1分間停止して通信ができなくなってしまいます1分間停止現象が起きると 5GHz のランプがオレンジ色に点滅するそうですこの W5356 の1分間停止現象を回避する方法は W52 を選択することです W52 は公共のレーダーを検知しても1分間停止しませんしかし W52 を選んでいる WiFi ルーターが多い場合大渋滞の速度低下が起きてしまいますこういう家に住んでいる方は 公共のレーダーで1分間停止現象が起きない第3の電波 6Hz 帯に対応した Wi-Fi ルーターを購入することでこの現象を回避することができますそれと機器の非対応通信できない問題というのがあります Wi-Fi ルーターが W56 を選んでいる場合 W56 に対応した受信機や家電は通信することができます受信機や家電が W52 や W53 にしか対応してない場合は通信ができなくなってしまいます そういう時は W52 か5 3しか選べません W53 非対応だと W53 も選べませんこういう時は W53、5 6に対応した家電に買い換えるか電波を3つ飛ばすトライバンドの Wi-Fi ルーターに交換する必要がありますトライバンドはいろいろと問題があったり種類が多いのでちょっと難しいです家電側の W の対応表は家電の使用書で確認できますそれではチャンネル移動していきましょう 無線 LAN 設定の 5GHz を選んで、オートチャンネルセレクトを使用しないを選んで、使用チャンネルで自分が移動したい W を選びます。設定をして再起動したら完成です。4分ぐらいインターネットが使えなくなります。移動したのを確認したら完成です。移動してみて問題があるようであれば元に戻してください。中継やメッシュを使っている場合は、コケの設定は不要です。親機の設定が反映されます。 設定変更で不安定を解消。プロバイダーを固定してネットを安定させます。近年、早い通信方式が使えるようになりました。IPv6 はプロバイダーによって通信方式が違います。プロバイダーからインターネット接続の情報が送られてきて、Wi-Fi ルーターが接続する通信方式をどれにするのかを自動で選んでいます。自動でしておくと Wi-Fi ルーターに負担がかかります。指定すると安定する場合があります。基本設定の基本設定を選んで、 自動判定をオフにしますこれで自動判定をやめるので負担が少し軽減されます設定ボタンを押して再起動したら完成ですもしもネットに繋がらなくなった場合はもう一度自動判定をオンにして設定をしてみてくださいまたは動作モードでこの中のどれかがあなたのプロバイダーの通信方式になりますので自分のプロバイダーが使っている VNE 事業者の名称を選択すればいいという話になりますわからなければプロバイダーに聞いてください ファームウェアの更新メンテナンスのファームウェアの更新を選びます。更新ボタンを押してください。更新後に再起動するので5、6分インターネットに接続できなくなりますという意味です。私は更新の必要がありませんでした。無駄な機能の停止無線 LAN 設定の 5UHz を選択テレビモードのオフ光テレビの契約をしていない方はオフにしましょう。普通のテレビとかその他有用テレビとか Netflix YouTube とかみたいいななのは関係ないです光テレビというプロバイダーのテレビサービスのことです基本的にオフにしても問題がないんですけど問題が出た場合はまたオンにしてみてください設定を押して再起動です下の方の詳細な項目を表示を押します設定変更していきますが出力のお話をしていきますアンテナイヤンで通信を行う w i f i ルーターはこんなに遠くまで電波を飛ばしています建物とかの関係でこの範囲がどんどん狭くなっていきます ただ快適に使える範囲っていうのは狭いです。いろんな環境に耐えれるために、初期設定では出力が100%になっています。出力100%だといいように聞こえますが、遠くまで届く代わりに通信の質が下がります。親機から離れた場所で通信を行うっていうのは結構デメリットがあって、エラーが出やすくなったりします。エラー修正するために LDPC という機能がついているんですが、CPU 負担がものすごいので、この機能をオンにしておくと、 近距離で速度低下ししたたりり寿命が短くなったりしますそれほど CPU 負担が大きいんです出力を下げることで届く距離は短くなるんですが近距離の通信の質が上がります反応速度が上がったりします受信感度が下がるのに反応速度が上がるという不思議な現象が起こったりします出力を下げると電波が届かなくなるという方もいらっしゃいますそういう人は逆に遅くなったりします家の間取りととかか受信機とか 近所の人の電波の影響とか違う理由で遅くなったりもしますので、自分の状況を判断して調整が苦手な人は出力は下げない方がいいです。障害物がない状態で目の前で使うとかだったら出力は下げてもいいんですけど、出力を下げるのは上級者向けですね。出力の調整は受信機のアンテナ本数も関係します。受信機の金額によって搭載されているアンテナ本数が違います。5万円以下の Android や安めのパソコンは、 搭載されているアンテナがほとんど1本です。アップル製品はすべてアンテナ2本です。インターネットが遅くて不安定な方は、感度が悪い処理が遅いアンテナ1本の製品を使っていることが多いです。アンテナ2本の受信機と、アンテナ1本の受信機はこれだけ感度が変わります。こういったところを考えながら出力を調整しないといけないので、上級者向けですね。私がね、3年前に気づいて動画を出すまで、このことについて誰も言ってなかったんですけど、 受信機のアンテナ本数っていうのはものすごく重要です。私の場合、アンテナ2本の受信機で Wi-Fi ルーターの目の前で使うので、出力を25%から50%に下げました。すると動画なんかがサクサク表示されるようになりました。皆さんに当てはまるようなお話ではないので、わからなければ扱わない方がいいですね。送信出力のところで変えることができます。続いての変更はマルチキャスト。データの転送量を上げる機能です。 近距離で使う人にはおすすめの変更ですどこからが近距離になるのかっていうのが難しいところなんですよねデータの転送量が上がるので速くなる場合があるんですけれどデメリットは届く距離が短くなるのと通信エラーが出てしまう距離で使っている人の場合逆に遅くなったりします一つ上げて使って一つ上げて使って様子を見ていくしかないですねここも調整なんかを面倒くさがる人は扱わない方がいいです 私の場合、Wi-Fi レーターは近いので24 w に設定しています。無線暗号化強化をオフにします。暗号化の処理が大変で通信が遅くなったりします。公共の場所や飲食店なんかはこの機能はオンの方がいいんですけど、一般家庭だとこの機能はオフでもいいという話です。Wi-Fi の電波を覗き見たりする人が近所に住んでいる場合は、この機能はオフにしない方がいいんですけど、正直ね、わかんないし、私は気にしないのでオフにします。気になる人はオンのままで使用してください。 次は LDPC をオフにします。離れた場所のエラーを修正して安定化させる機能です。CPU 負担がものすごくやばいので、Wi-Fi ルーターの寿命が縮んでしまいます。この機能の負担がかかるような距離っていうのは、もう一台 Wi-Fi ルーターを用意して中継しないといけない距離になるので、LDPC はオフの方がおすすめです。私の家の場合、設定はこんな感じになります。参考までにどうぞ。2.4GHz の設定変更。 無線、LAN、設定の 2.4GHz の設定はこんな感じです出力は上級者向けなのでまあ扱わない方がいいですね出力やマルチキャストは扱うと問題が出る方もいらっしゃると思うのでただ何も考えずに真似すると失敗する方もいらっしゃるのでその時は元に戻してください <noise> 使わない電波を止める w i f i ルーターはインターネットの通信をしていなくても電波を飛ばしていろんなことを確認しています 2.4GHz の電波を一切使わないよっていう方もいらっしゃると思います。確認や計算で CPU に負担がかかるので、5GHz や有線の通信の邪魔をします。さらに共用タイプのアンテナだと、他のアンテナの通信を邪魔をするので、管理の電波を飛ばすことで他の電波が遅延が出ます。だからアンテナ本数が多い Wi-Fi ルーターの方がいいんです。使う予定が全くないのであれば、止めてしまって電波を飛ばさないようにした方が、 CPU やアンテナの負担が減るので早くなるという考えです。有線しか使わないよっていう方は両方止めてしまった方がいいですね。無線 LAN 設定の Wi-Fi 基本設定。使わない電波をオフにして設定ボタンを押してください。再起動したら完成です。設定が完了したら後で確認しましょうね。Wi-Fi ルーターの設定は以上になります。付属のランケーブルで注意点があります。付属のランケーブルはちょっと遅いです。これでもネットは十分な速度が出るんですが、 反応速度をストイックに上げたいという方、ランケーブルを上位のものに変えると若干反応が良くなる可能性があります。ランケーブルはカテゴリーという種類があり、通信速度が違います。3ヶ月の間、毎日数十回ランケーブルを交換して回線速度などを計測したんですけど、カテゴリシック性能が速い方の数字を出すことが多かったです。カテゴリシック性能が微妙に速く感じたりする方もいらっしゃるので、この辺りが回線の状況や持ってる機械の性能なんかで左右されるみたいなんですけど、 調査さんも同じような体験をされた方が結構いらっしゃいます。純正ではカテゴリー 5E というやつが入っています。十分早いんですけど、なんかこう遅い方の数字が出るんですよね。このケーブルが一番低い方の数字を出していました。カテゴリー6は普及しなかった新しい機械、それ用に開発されたケーブルなので、カテゴリー 5E とほとんど変わりません。安くてノイズ対策がしてあるカテゴリー 6A がおすすめです。さらに上位のカテゴリー7やカテゴリー8は、 費用対効果が低いので、何とも言いにくいところなんですけどそのうちまた検証しようと思ってますこういったケーブルは短ければ短いほどいいですカテゴリー 6A は外からのノイズと自分が高速になった時にできる内部のノイズノイズ対策がされているのでノイズが出て不安定になるのを防止してくれます速くなるというよりかは遅くなりにくいって考えたらいいですランケーブルの太さスタンダード極細フラッタとありまして この2つは使い勝手がいいんですけど、目に見えて速度が遅いです。インターネットが遅くて困っている方は、極ボタイプとかフラットタイプを使っている方が結構いらっしゃいます。この形状が重要です。深掘り TV ではスタンダードタイプが絶対におすすめです。Amazon で500円ぐらいで買えるので、概要欄の URL、ぜひ覗いてみてください。皆さん、お疲れ様でした。Wi-Fi って簡単なようで、めちゃめちゃ難しいですよね。設定がめんどくさい、よくわからないっていう方は、 LINE ツーブで画面を共有しながら、設定変更のアドバイスをしたりもしています。インターネットが遅くて困っている方も、問題がない箇所と問題がある箇所を探していって、改善方法などをご提案していますので、概要欄の URL、公式 LINE からお申し込みください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねいつもご視聴ありがとうございます。パソコン関係、スマホ、ガジェット、生活改善など、日々の暮らしを快適にしていくようなお話のチャンネルです。 動画ができままししたら土曜曜日日か水曜日に公開予約しております。チャンネルメンバー様は公開前の動画を見ることもできますので是非ご登録くださいそれでは次の動画でお会いしましょうまたね